李森拓は、新末民発の政治家、外交官、北京政府の要人。字は、古障美。号は、記載。1889年、電子一行、第二名として、真摯に求大する。以後、江南で官歴を重ね、公立警視大学同僧弁も務めた。1898年10月、日本へ視察に赴き、そのまま使い火勤差大臣に任じられた。 1901年11月に任務を終えて帰国し、内閣児童学士、順天府処理退場辞教を歴任した。1905年9月、中比理事勤査大臣に任じられる。翌年、ケンブリッジ大学とオックスフォード大学の双方から、名誉博士の学位を授与された。同年9月に帰国し、三世帝法師に任じられる。 以後、同省の不正し、処理準部と昇進した。中華民国成立後も、三世民政庁として、暫時留任する。1912年3月、遠征外により、相当不正事顧問に昇平された。翌年6月、孫邦と共に、日本へ赴き、外交事務に携わった。1916年6月、熊丸都市と共に、民津社という組織を結成した。 翌年6月、李強、ただし内閣で処理農省総長兼全国推理局総裁に任じられた。翌月の長君副壁では、農耕部省所に任じられたが、実際には就任しなかった。副壁失敗後、断基図内閣でも当初は処理農省総長となったが、わずか数日で辞任している。1918年7月、参議院議員に選出され、 12月には参議院議長となった。翌年2月、国際連盟同士会理事を務めた。1921年11月、羅神玉らと遜光形石集、有会を主催している。1925年9月、段気随が臨時失勢となると、国政省、会会長に任じられた。1937年、天津にて病没。去年79。 ありがとうございます。